その由美子が人生の中でこう織物をしようっていうふうに考える、うん、考えられたというかインスパイアするような瞬間とか出来事、そういうのは一体いつぐらい、いやどういう感じで、いやもうなんか自然に出会ってしまったみたいな感じで、うん、まさか自分が織物をするっていうふうには一回も思ったことがないけど、気がついたらもう好きで好きで好きでたまらなくてやめられなくなっている。そう、たった今ね、今ここでサンミゲルで何がこう由美子を織物にかきたてているのか、何が、うん、もうなんか織物はもうなんかなくてはいけないもので、生活の一部っていうよりは生活のもう半分以上みたいな感じで、もう何が駆り立ててるっていうよりは織物をやってるから他のことができるみたいな、そういう存在かな、うん、由美子は